最近はすごい心配してくれます。ああそうですか、はい、仕事しすぎたぞってこの間も言ってくれましたね。そうね、はい、お二人健康の方はいかがですか？体調は元気もりもりです。いいとは思います。いいとは思います、はいはい、その健康診断とか行ってないので、はいはい、行ったら何か見つかるかも分かんないですけどね。逆に怖いですね。怖いですね、はい多分酒の飲みすぎって言われる。私たちも ねこのぐらいの頃は元気もりもりでしたよね。そうですよ、もりもりでしたよ、ね、ちょっと静かでちょっとお話お願いします。はい、はい、私はオール A です、はい、オール A 何突然体調が、はい、素晴らしいじゃないですか。素晴らしいですね、体調の話今オール A っていうか何のオール A かだと、考えてたんですけど、はいはい、成績じゃないですよね多分 ね体調でございます。ファンクラブ入んないと。あ、ファンクラブ入ったら、ありがとうございます。そしたら歌わせて、はい、出たがりマネージャーなんですよ。あ、本当ですか。うん、一緒に歌わせてもらえるかもよ。あ、本当ですか。うん、トマトトマトカラフルパレットで。はい、はい、じゃあ裏でラップの練習からお願いします。踊りは上手。踊りは上手ですか。ありがとうございます。リストで鍛えてるから。嬉しい。なのにハードル上げないでいくね。じゃあとりあえず次の曲いきましょうか。はい、じゃあまた、じゃ今度は春彦さん紹介してそれでは聞いてください。カラフルパレットでララバイ、どうぞ。カラフルパレットのお二人でララバイ聞かさせていただいておりますけども、翔子さんいかがですか？いいですね。いいですね。いいですね。尻尾が覗いてるわって。はい、尻尾が覗いてる。覗いてるんです。そういう人たくさんいましたもんね。はい、若い頃は。若い頃は。セクシーな曲なんですよ。この人も。ね。でもこの曲は普段はお二人でね、詩を書いたり曲を書いたりするんですが、はい、作詞はどなたですか、先生は？国京介先生が。国京介先生、うん、作曲は山田雄介先生が。山田雄介さん、はい、そうやって違う方に作っていただいた作品っていうのは初めて、はい、久しぶり。もう初めてに近いですね。僕らほとんどカバーとかしなくてですね、うんうん、はい、なんでカバーアルバムとかを出したことはあるんですけど、はい、新しいこうオリジナル曲として、うん、この人に書いてもらったのは初めてですね。ですね。どうですか、はい、この曲を初めて聞いた時っていうのはどんな感じだったですか？まずゆうき君。そうですね、本当にララバイ、今流していただいたララバイを聞いた時は、うん、はい、本当にとにかくかっこいいセクシーな曲だなと思いまして、うん、はい、ああこれ早く歌ってみたいなっていうふうに思いましたね。じゃこれ作曲の山田先生がデモテープかなんかで歌ってたわけですか？そうです。もともと山田雄介先生と僕が、はい、日本作曲家協会で一緒にお仕事をさせていただいてて、はい、でそれで僕がこういう J-POP の歌手をやりながら演歌歌謡界もちょっと頑張っていきたいっていうのを知ってくださって、ちょっと歌ってみてくれないって言ってもらったところから今回のリリースのプロジェクトがスタートしたんですよ。なるほど、はい、ね、今それでですね、翔子さん、ね、実は今その作曲家協会ってお話でピンと思い出したんですけど、はい、先日行われたその作曲家、はい、
家協会ですか。そうそうそう、はい、あれの、そうですよ、はい、優勝された。ですね、はい、これはあの日本音楽著作家連合というですね、はい、あの作曲家協会とは別 の、 あの団体なんですけど、はいはい、それ の、 あの新作コンクールっていうので最優秀作曲賞をいただきました、はいね、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい素晴らしいです ね、 ね、本当にカラフルパレットはもう本当に大先生が大先生ついてますから、もう歌の大先生とね、そうそうそう、ネタも書く先生、ネタは書かないんです本当にね、やっぱり、ね、あのね、こうバンドマンやりながらこう作曲家もやってきた、うん、あの僕とあの芸人さんをやってきた彼のお笑いもね志したことないんです。ないんです、ね、でもすごくこう幸せな顔をしているので、うん、それを見てるだけで幸せな気持ちいいですよね。大事なことですね。ということでララバイ、はい、そうですね、あ、それではですね、ディレクターさん、このバックにですね、今ハイスクールララバイという曲をちょっとねかけていただきながら、懐かしいですね、お、長江さんと、長江さんとカラフルパレットさんとのやつね。そうなんですよ、はい、イモキントリオさんのこの名曲をですね、うん、はい、まあ、長江さんメインボーカルで僕らもコーラスさせていただきながら、はい、メインのリードの場所もねいただいてですね、うんうん、今回アコースティックバージョンって形でカバーさせていただきました、はいはい、楽しいですよね。さっき見てたのね、3面三面ね、うん、なってね、真ん中に大江さんがいて、うん、あ、そうですね、そうですね、両端にビンタされてんですよね、はい、あ、そうそうそうやりました、まあまあね、あれですもんね、あれが振り付けみたいなものですもんね、うん、そうだね、音がいいよね、うん、でも声変わらないですね、長江さんは昔と。長江さん変わらないと思います、はい、ね、顔は大人になりましたけれども、でも本当に声は変わらない素敵な兄さんで、素敵な兄さんですよ、本当にいろんなお話をいつもしていただいてますね、あ、そうですか、はい、じゃあ昔のあのイモキントリオさんみたいにパンパンパンってやるんですね。そうですね、あの僕らはちょっと真似をさせていただいて、本当に真似で、はい、真似で、あの先日もですね、あのイモキントリオのフツオさん本物と、うん、我々偽物が一緒にこう、ハイスクールララバイをショッピングモールでやるというね、ことをさせていただきましたけど、はい、その時の会場の雰囲気はどうでしたか。いや、もう本当にやっぱりすごいですね、もう皆さん喜ばれてましたね、やっぱり多分あの皆さんね、多分ハイスクールララバイを聞いて育った年代のお客さんもたくさんいたでしょうからね、うん、はい、そのね、息子さん娘さん連れてきて ね、家族連れてね、うん、はい、ということでね、これも素晴らしい。でも先ほどの曲がララバイで、こちらがハイスクールララバイ、はいはい、そうです、ララバイ続き、ララバイ続き、ね、はい、カラフルパレットもララバイが大好き、そう、ララバイ大好きです、ね、なるほど、ありがとうございます。子守歌が好きということですね。そうですね、はい、わかりました。それじゃあ今度の新曲をですね、はい、皆さんに聞いていただきたいんですが、これはまたいいですよね、はい、うん、なあ、ここもいいですね、はい本当です、はい、どんな物語、この江ノ電物語はどんな感じの物語ですか。そうですね、これも本当にあの青春歌謡曲というか、うん、そうですね、もうとっても懐かしいあのサウンドの中に、うん、あの懐かしい空気の、ね、この恋愛ソングっていう形ですね、うん、そうですね、ちょっと切ない物語ですね。そうなんですよね、はい、これは作詞作曲ですね。いや、これがですね、あの国京介先生の作詞、山田裕介先生の作曲という形で、なるほど、2曲とも違うということですね。そうなんですね、なんですよ、はい、わかりました。じゃあ改めて曲紹介、はい、はい、お願いいたします、はい、それでは聞いてください、カラフルパレットで江ノ電物語、どうぞ。カラフルパレットのお二人で江ノ電物語聞かさせていただいておりますけども、本当に懐かしい感じ、ね、ありがとうございます。いかがですか。そうですね、こういうあのフォークが、はい、私はフォークに聞こえるんですけど、はいはい、流行っていた頃に私はこう、なんかこういう世界のことをね、はい、なんかあの憧れて、憧れてで書き始めたのがやっぱりフォークかな。
それであのニューミュージックっていう風に移っていくんですけど、うん、私があの出た時はニューミュージックだったんですけど、はい、もうこういうなんか切ないねのが大好き、フォーク系が。そうですね、これ本当にあのフォークサウンドで、うん、こうあえてドラムを使わずに歌本を使ってるんですよね。これ初めて秋広さん聞いた時どんな感じだったんですか、この曲は。これあの今までカラフルパレットって割とこうあの起伏の激しい曲を歌ってたんですよ、うんはいはい、A メロ落ち着いててサビがドカーンっていうのが多かったんですけど、はいはいはい、この曲って結構ゆったり流れるような曲なので、はいはい、僕らが歌いこなせるかなってい う不安の方が大きかったですね。そうですか、初めて聞いた時は。あ、そうですか、はい、でゆきさん歌ってみていかがですか。そうですね、なんかやっぱり僕もその今カラフルパレットってあのアキロ君が言ったようにアキロ君がこう低音パート で、はい、僕が高音パートっていうのをやるんですけど、はいはい、もうほとんどこう A メロもサビもあんまりキーが変わらないというか、うん、そんなに幅がない曲だったので、意外とこういうのがね、なんかこう落ち着いた感じでこう優しい温かい雰囲気も出しながら歌えるのだろうかっていう、本当に同じ感じでしたね、うん、でも新しいねこの2人のパターン、なんていうか新しいまた世界が できるんじゃないですか、この曲からね。懐かしくて新しいっていうね、懐かしくて新しい、そうですね。先ほどあのメール読まさせていただいたんですけど、名前は多分言ってない方がいらっしゃったんで、もう一回、そのあの電話の時はお酒は飲んでなかったのですかと言った方がスーパーサイヤ人さんでしたね。はい、スーパーサイヤ人さん、ありがとうございます。それからあのね、あのお子さんが、CD を毎日聴いてると言ったのがホコさん。ホコさん。はい、そして、先ほどのね、永井健二さんとのフリーライブステージ良かったですか、ランランさん。ランランさん、はい、ありがとうございます。改めてありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでございまして。はい、トノはいかがでしたこの曲。あの、あ、あの、まあ、私のまだ頭の中まだララバイなんですけど。あれまだララバイ、まだララバイ、遅いんですすいません、遅いで、子守唄っての知りませんでした。はい、はい、ララバイが、ええ、昔あの大沢さんが子守唄っておっしゃったんで、はい、昔東京ララバイって言ってもありましたね、ララバイってたくさんあるよ、はい、子守唄、それが子守唄って知らなかったです。はい、はい、それで、はい、で N 電話この間あの仕事しました。お、はい、あ、どんな仕事？どんな仕事？あ、いけない、変なこと言っちゃった。変なことって何なんだ。スカイベンツの方にアルバイトに行った時に、はい、江ノ島とか行きました。そういったと分かんないよね。何を言ってるかが分からないんですよ、はい、うちのマネージャー。はい、はい、というのが、腰越中学に仕事してました、はい、ということでございました。まあ、いろんなお仕事されてるんですね。もうちょっとしたことをねバーッと膨らますのがこの番組なんですけども、ね、あまり膨らまさないでおきました。物語をねあのひらがなしたところも素敵だしね。そうですね、江ノ電はいいですよ、はい、うん、やっぱりみんなそれぞれ青春のね思い出があると思う。これ発売はいつですか。4月3日です。ありがとうございます。もうちょっとですね、はい、もうちょっとなんです。それで先ほどの永井健二さんとの、はい、シングル CD ですか、はいはい、あれは発売はいつですか。明日なんです。明日なんです。おめでとうございます。ありがとうございます。本当そうですか。うん、はい、じゃあ、大変だ。はい、明日ということで。春分の日ですね。春分の日。あ、そうなんですか。ね、そうですよ。明日春分の日だもん、はい、うん。発売記念日でお休みなんですよね。あ、そうなの。そういうことかもしれないですね。僕らの発売記念日でお休みしますし、祝日になっちゃった。日本政府もやりますね。ね、永井健二とカラフルパレットのこと祝福ね、ね、お祝いしてます、ね。そう、ありがとうございます。そうですね。やるな総理。はい、やりますね。さすがです。一応お墓参り行きましょうね。やっぱりご先祖様の、ね、おかげで、はい、こう無事に、ね、祝日ですから、ね、僕はあの、ね、先日お墓参り行ってきました、はい、どなたの、うん、あのそうですね、あの おじいちゃんの、おじいちゃんのことですね、はい、おじいちゃんおばあちゃんの、おばあちゃんのね、はい、はい、ということでできましたね、はい、じゃあそれではですね、ちょっとそのお墓参りになんかそういう話にちょっとこの続くようなね、そうなんですよ、この曲をご紹介していただきましょうか、はい、はい、結婚間近にちょっと事故で亡くなった彼女のことをずっと思って歌っている、あの写真のね、その遺影に向かって、その彼女の誕生日の日になんかこうあの顔を合わせてですね、思い出話をしたりとかっていう、そういうちょっと切ない、究極のラブソングです。写真の君へ、聞いてください。
水木翔子さんの歌で写真の君へ聴かさせていただいておりますけれども、はい、なんかこれも懐かしいメロディーでね。そうですよね、はい、結構ね、はい、ゆきさんいかがでしょうか。いやもう本当にあの心にスーッと入ってくるメロディーと水木さんの歌で本当素敵でした、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、秋広さん、あの本当にこうしんみりとしてしまう歌詞で、はい、ね、まあ、おしゃべりしながら聞いててグッときちゃいました。そうですか、はい、ありがとうございます。急になんか黙っちゃいましたからね、うん、ね、はい、うんうん、結構ねこれを聞いて皆さんなんか涙してくれる人が多くて。そうですね、そう、一応殿にも聞いてみましょうね、この曲はいかがですか。時間の無駄だよ、時間の、あの今まで泣かした女が、泣かした女泣かせた女か、だからあの殿には振らなくていいですから、はい、すいません失礼いたしました。山本戻しましょう、はいはい、ということで一応ですねまたお便りが来ておりますね、これあのカラフルパレットのお二人のファンの方なんで、はい、嬉しいですね。まずナミチョさん、はい、カラフルパレットさん、いつも楽しいライブありがとうございます。またお会いするのを楽しみにしています。はい、ヒーさん、こんばんは、カラフルパレットがデビュー10周年おめでとうございます。ありがとうございます。いつも歌声で助けてくれてありがとうございます。これからも素敵な歌声届けてください。ありがとうございます。坂本推しさんですね、こんばんは、カラフルパレットさんの曲もいいですが後輩の坂本美里ちゃんの夢桜草もいいですよ、だって結城さんの作曲ですからね、ということでね。そうそう、ありがとうございます、はい、いろんな方の作品もね書かれているということで。そうですね、あの事務所の後輩の作品もあの書かせていただいてますし、最近は本当にあのそうですね、楽曲提供っていうのを少し頑張らせていただいてますね。本当にいい曲ですよね、どの曲も。そういえばあの翔子さんとのあのキムヨンジャさんの作品も今度 ね素晴らしい、うん、はい、書かれるということで、はい、すごい、はい、そうですね、あの、先ほどの言っていただいたあの最優秀作曲賞をいただきまして、うん、はい、そのいただいた楽曲があのキムヨンジャさんが歌唱していただいて発売っていうのは決まってますね、うん、そうですね、はい、素晴らしいですね。で今度多分ねキムヨンジャさんのコンサートかなんかにもね、うん、あら、そうですよね、多分見に行くこともあるし、もしかしたらステージに上がるってこともあるかもしれない、本当まず見に行きたいですね、うん、キムヨンジャさん何回かいて、もうマイクいらない、こんななってますからね。そうなんですよね、すごいですよね、カラーみたいな、もう多分音響さんが多分こよとか言ってるのかもしれませんけど、本当、はい、すごいですよね。そうです、ね、はい、ということでございまして、ね、楽しみですね。でもね、はい、ということでございました。それではですね、今日は翔子さんのリクエスト曲をね、はい、おかけしようと思うんですが、はい、森昌子さんの曲なんですけど、はい、何という曲なんでしょうか。美の赤坂線と言いましてね、美の赤坂線、はい、はい、なんか先ほど結城さんが、ね、岐阜でなんか、はい、あのライブをされたということですけれども、はい、カラフルパレットで、ね、はい、そこの、はい、あの大垣から、はい、その美濃赤坂っていうところまででしたっけ、はい、うん、あの、うんうん、単線が走ってるんですよ。そうですか。まあ、そうなんですか。あれです、美濃中学校で僕らライブやりました ね、 そうですか、はい、そちらの方のなんかいろいろなコーラスの方たちが、まあたまたまこの森昌子さんにね提供させてもらった昔の歌なんですけれども、それをコーラスで歌ってくれてるっていう人たちの噂も聞いて、あ、そうですか、うん、だから嬉しいんですけれども、でこの、あの季節になりますとレンゲが咲くでしょ、でそういうレンゲの畑をね、なんかあのその美濃赤坂線がとっとっとっと、うん、あの走っている姿がこうすごくあのなんていうのかな、ほのぼのとしたね曲なんですけれども、うん、そうですか、はい、分かりました。それでは今日はね、はい、森昌子さんの歌をね届けたいと思いますので、曲紹介をお願いいたします。はい、作曲させていただきました、森昌子さんの歌声で美の赤坂線聞いてください。
森まさこさんの歌で美濃赤坂線聞かさせていただいておりますが、すごい高いでしょ、ね、え声が高い、うん、でも若いですね、はい、声がね、そうですね、1982年頃の作品ということで ね、はい、ということで、まあ、初めてお会いした時に、はい、こんなに痩せてるって分かんなかったんです。痩せてる雰囲気がないでしょ、森まさこさんって太、まあ、太ってはいないけど、ま、丸い感じです、丸い感じでしょ、はいはい、ところがいや私の半分ぐらいしかなくて、その頃だって私今の半分しかないのに、それしかなかったらどうなっちゃうのか分かりませんけど、それはびっくりしましたね。それではですね、カラフルパレットさん、そして翔子さんの今後の予定をねちょっとお聞きしたいと思いますが、まずお二人から。はい、はいはい、僕たちですね、あの発売イベントがこの関東でもありまして、はい、3月28日木曜日にイオンモール佐野新都市というですね、はい、うん、栃木県にあるショッピングモールで、長谷健二とカラフルパレットのもう少しだけのリリース記念イベントあります。そして、はい、その1週間後ですね、4月3日発売日に4月3日水曜日イオンモール佐野新都市で、はい、江ノ電物語のリリース記念イベントがあるんですが、はい、そして何よりなんと5月にですね、ね、カラオケ喫茶アラビカというお店で、はい、カラフルパレット歌わさせていただきます。よろしくお願いします。今回2回目でね、はい、なんか前の評判が良くて遠くからも来てくださる方がいらっしゃるんですよ、はい、本当にありがたいです。ありがとうございます。でもやるために1人ずつでも増えてくると嬉しいですよね。そうですね、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、翔子さん今後の予定というか何か。今後は明日明後日それこそ岐阜テレビさんで、はい、あので、ね、坂本由美さんとか五代夏子さんとの、はい、あの番組出させてもらって、はい、はい、ということで、酔いざめの愛が欲しいを歌います。わかりました、酔いざめの愛が欲しい、はい、なんか殿からなんか ご報告は何か、はい、宣伝はありますか。はい、はい、岐阜、4月の8日から4月の8日から、はいはい、岐阜ちゃんで1週間水木翔子のシリーズを、はい、流れますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、特集ですね。特集です。4月8日から1週間、はい、はい、岐阜ちゃんの、いろんな曲をなんかかけてくださるっていうことですけど、はいはい、あとテレビでもね、テレビは明日ですか、はい、それ言いました。あ、そうですか、はい、聞いてませんでした、はいはい、ということでございまして、はい、何を言ってんだか分からないです。またあのチェック、ね、いろいろチェックをしていただけると、はい、いいと思います、ね、はい、はい、ということで、はい、それでは次の曲いきましょうか。いいですか、ね、はい、すいませんね、はい、じゃあ行きましょう、はい、それではジョニーとマリーの物語のカップリング曲で、こんな時代のせいにして、これが一番うちのマネージャーが好きだそうです、はい、やっと入りました、はい、ダムに あ、これはい、水木翔子さんの歌でこんな時代のせいにして聞いていただいてますけれども、ゆうきさんいかがですか。いや、なんていうんですかね、こうルンルンにこう体がちょっと動くような感じでいいですよね、こうそうですね、はい、確かに、はい、はい、秋彦さんかっこいい曲でした。かっこいい曲でした、はい、なんかね、どこかのコメントに、はい、これおじさん、おじさんホイホイ、ゴキブリホイホイじゃなくて、はい、うん、おじさんホイホイに
結構ね多くの男性が引っかかりそうな曲ですねとかって書いてあっておじさんホイホイうまいこと言うなと思います。おじさんホイホイ、はい、その昔の、ね、おじさんたちが好きなタイプなんですって、うん、この曲は。いやいいです、ね、なんかそんな感じもしますね、うん、80年代っぽい感じもしますね。そう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 、やっぱりねその頃にねやっぱり引き出しにたくさん溜め込んである曲を今小出しにして出してるんですよ。だからこのジョニーとマーリンの物語もその40年前に書いたやつだし。あ、そうですか。酔いだめの愛が欲しい。もう曲はね、うん、だけどやっぱりなんかその頃ってあの詩がやっぱり幼稚なんですよね。やっぱり体験不足だったりいろいろと。で今はだから今の私の詩で、でその40年前の曲でコラボして今出してるっていう感じ。40歳なのに。なるほど。40歳なのに40年そうそうそう、生まれる前からやってたんです。あ、そうそう今40歳なんですね。僕と同い年で。ちなみにあの作家の大先輩に聞きたいんですけど、はい、このなんて書き溜めってどれぐらいあるんですか。ね、そうですね、どんくらいあるかな、数えたことないですけれども、引き出しの中には、はい、まあ200-300曲あるとは思いますね。なんか僕書き溜めやっと去年から始めて本当にまだ何十曲なんですけど、あのなかなか書き溜めがこうグループをやってると今から作るぞっていう時しかできなくて、あ、だんだんそうなってはきましたよやっぱり。あ、うん、だからある意味もう作曲家としてのなんかそういうものをもう持ってらっしゃる。だから私はそのまだまだデビュー当時にもう好きでどん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 書き溜めてたやつだから、すごいっすね、うん、だけど曲はやっぱりなんかその頃の方がちょっと新鮮なメロがちょっとあったりしてね、うん、やっぱり詩は今で曲は若いうちがいいかななんて思いますね。はい、それで時間もあれですから、はい、最後の曲ちょっと曲紹介をお願いします。はい、これはその40年前に私がデビューした時のデビュー曲で、はい、本当は嫌だったんですけどアイドルみたいで今聞くと可愛いなと思って、好きです。まだよまだんまだよの方、これさよならまだよの方、うん、そのまだよの方でそこにね、それじゃない、それじゃなくてね、まだよっていうのボーナストラックはい、はい、これです、はい、まだよだからまだまだよ、これね永遠にまだよなんですなるほどまだよ、はい、じゃあまだよ聞いてください。そうそう、お楽しみいただきました火曜大行進、そろそろお別れの時間になりました。本日は水木祥子さん、カラフルパレットのお二人、そして殿に来ていただきまして、はい、楽しい1時間を過ごしてまいりました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間の1時間でございましたけれども、ね、あっという間、もっと話をねいろいろ聞きたかったんですよ。そうなんですよ、まだまだまだね、はい、延長お願いします、はい、延長です、はい、お酒が欲しいですね。お酒が、お酒ね、お酒が欲しい、いや何言ってるの、もう飲んでるじゃん。いや飲んでるまた機会がありましたら ね飲みに行きましょう、はい、でもあれですか、さっき曲をね貯めてるに、あの何十曲かって、はい、それ自分のための曲なんだけど、それともいろんな関係なくいろんな人に、自分のための曲と人に提供したい曲と両方ありますね、うん、それは分けてあるんですか、それとも、うん、あの一緒にやってこれは人、これはあの もしかしたら自分も歌うとかそんな感じ。うーん、そうですね、なんか自分の時は結構自分みたいな感じになるので、うん、その結構分かれてますかね。あ、そうですかね、はい、うん、はい、ということで、私もこれはね、はい、アイドル3人組のために作った CM ソングとして作ったものなんですけど、はい、そのデモテープの時に私が このように歌ったんで、はい、ディレクターが気に入っちゃってくれて、これで行きなさいとかって言われちゃったんですよ。なるほど、これもソロで歌われてるんですね。これはそうです、あ、それは3人で歌われた、はい、うん、そう、3人で自分でハモってます、はいはい、ということで、はい、7時からですね、ゆうこのふわかるでいこう、生放送でお送りいたします。お聞きのラジオは引き続き葛飾 FM お聞きください。それでは来週もこの時間このダイヤルで皆様方とお耳にかかりましょう。さよなら、はい、ということでね、じゃあ皆さんで一緒にいきましょうか、はいはい、せーの、さよなら。この番組は新恋はカラオケ喫茶アラビカ、ミュージックアトリエみなき、恋は CD ショップ音曲堂の提供でお送りいたしました。